全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。ファーストステージ第9節シエロ対ヴェルディ、序盤戦の調子はどうですか？このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、間もなく試合開始です。さあ、試合開始です。前半戦始まったところ、シエロ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ショートパス。縦パス。磯貝。ドゥンガ、このボールを受けました。中田、ここで攻撃のリズムを変えます。ドゥンガ、うまくつないだ。ドゥンガ、磯貝、澤田、磯貝、エクセレント、ビューティフルゴール、芸術的なゴールでした。前半13分、ヴェルディ、早くも1点を追う展開を強いられました。ビスマルク、フェイント。そうですね、ここはあの判断で良かったんじゃないかと思いますけどね。ボールをキープする時間が長くなりました。ドリブル、ボールを運びます。コスタ、ゴール前激しいプレイ。三浦、止まらない、まだ止まらない。蹴った、キーパーがっちりとキャッチ。飯島、ゴール前に立ちはだかります。三浦、ここからどう展開するのか。ボールをアルシンド、このボールを受けました。ドリブル、ショートパス、おーっとボールを取られた。北沢、ちょっと息が合わなかった。両クラブ最後の決め手を欠きました。前半の攻防はどうだったでしょう？この1点だけではまだまだ勝負の行方は分かりませんよ。次の1点をどちらが先に取るかで勝負の流れはガラッと変わりますよ。まもなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。まもなくキックオフです。さあ、後半45分のスタートです。後半の立ち上がり、シエロ、ここからどう展開するのか。三浦、バランスを崩してしまいました。小泉、きれいにボールがつながります。中田、いった、ゴールゲーム。後半戦始まったところ、シエロ、現在得点は2対0。ここでフェイント、パス。今のこのフォーメーションの中で自分の役割がもう一つ理解できていないみたいですね。ビスマルク、これはかわされた。上野、直接シュート、外れてしまいました。残念。後半26分、シエロ、現在2点のリードを奪っています。ルンガ、うまくつないだ。アルシンド、かわされてしまいました。コスタ、ショートパス、中田、フェイント、ちょっと彼はまだ全然。エクセレント、ビューティフルゴール、
半27分、シエロ、ここからどう展開するのか。松原、先ほどから試合に入っています。北沢、この先中田、速い攻めで一気に来る。ゴールライン近く、フェイント、津波、体で止めに行った。松原、シュート、ゴールネットを揺らしました。上野、フリーキックのチャンスを得ました。蹴った、外してしまった。岡野、ここからどう展開するのか。ボールを上野、このボールを受けました。上げた、中田、ゴールゲーム、これはラッキーなゴールでした。試合終了の笛が鳴りました。5対0、シエロ、この試合を見事制しました。試合を振り返っていかがでしょうか。攻撃陣はまさに絶好調のようですね。常にいい形ができていますよ。多少の失点もこれだけの攻撃力があれば心配ないですよ。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第10節、
レッツ対シエロ、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。序盤戦の調子はどうですか？序盤戦からなかなかいい試合が目立ちますね。シリーズ後半に向けての戦い方が重要になってきますよ。もう間もなくキックオフです。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半12分、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。コスタ、ボールを運びます。福田、このボールを奪いました。前半36分、レッズ、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。ブッフバルト、ドリブルしながら周りの状況を見ます。ここでフェイント、ショートパス、ロングパス、杉山、タッチライン沿い、中に入れた。ゴール、ゴール、ゴール。福田、目が覚めるようなゴールです。両クラブ最後の決め手をかけました。さてこの前半の展開を振り返ってどうでしょうか？1点差ですからね。これ以上点を取らせないようにしのいでいけば必ず後半にチャンスがやってきますから、そのチャンスを確実に生かすことができれば必ず追いつけますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。試合の流れを変えることができるのか。さあ後半開始の笛が鳴りました。後半14分、レッツ、依然として1対0と1点のリード。チョンキジェ、フェイント、通りました。杉谷、フェイントをかけます。ロングパス、堀、飛ばされた。福田、思い切ってシュート、これは失敗。堀、さあペナルティーキックです。いった、飛び込んできた。福田、ゴール。後半26分、シエロ、2点を追う苦しい展開となっています。松原、先ほどから試合に入っています。磯貝、このボールを受けました。コスタ、磯貝、田口、これはどうだ。周りの状況がよく見えています。福田、面白い位置からのフリーキックです。ゴール前に壁を作ります。思い切り打ちました。ジャンピングボレー、チョンキジェ、惜しい、外れた。飯島、かろうじてこのピンチを乗り切りました。試合終了の笛が鳴りました。2対0、レッツ見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか？完敗ですね。守備を完全に崩されてしまいましたね。守備の安定はこれからの課題ですね。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第11節、シエロ対マリノス、曇りとなっています。今日の天気、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。さあ試合開始です。前半戦始まったところ、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。中田、積極的に前に出ていきます。ドリブルで攻め上がります。ボールをキープする時間が長くなりました。ドリブルで攻め上がります。チャンスになります。ミドルシュート、外れてしまいました。残念。呆然としています。前半12分、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ルンガ、プレッシャーに負けてしまった。山田、ゴール前激しいプレー。磯貝、ボールが切れていきました。鈴木、周りの状況がよく見えています。前半24分、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。コスタ、ショートパス、ルンガ、うまくつないだ。コスタ、ショートパス、中田、きれいに、ちょっとコスタ、磯貝、中に入れた。鈴木、ここでボールを外に出しました。前半36分、シエロ、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。前田、うまいフェイント、前田、フェイントをかけます。三浦、止めることができない。縦パス、よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。コスタ、うまくつないだ。積極的に前に出ていきます。磯貝、このシュートはキーパーの真正面。川口、非常にいい動きをしています。現在のところ得点はありません。両クラブそれぞれの形を作っています。決定的なチャンスは何度かあったと思うんですが、得点につながりませんでしたね。後半になって疲れが出てきたあたりが勝負の分かれ目だと思いますよ。
ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。さあ後半45分のスタートです。後半の立ち上がり、シエロ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。ショートパス。時々中盤のまとまりの悪さが元でピンチを招くことがあるんですよね。気をつけてほしいですね。ルンガ、攻め込むチャンスを伺います。中田ドリブル、中田ルンガ、磯貝、ゆっくりとボールを回しています。ここでフェイント、中田、このパスが通った、チャンスになります。川口、パンチングでこのボールをクリア、よく反応しました。陣野、いい位置からのフリーキックを得ました。蹴りました、あーと外してしまった。後半14分、マリノス、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。そうですね、ここはあの判断で良かったんじゃないかと思います。コスタ、これは防戦一方。サパタ、止まらない、まだ止まらない。これはこのシュートはキーパーの真正面。飯島、いい読みをしています。後半24分、マリノス、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。井原、ドリブルで攻め、パスを出します。サパタ、フェイントをかけます、通りました。井原、井原、陣野、強引に行くか、そのままシュート、ゴール。後半37分、シエロ、早く追いつきたい、時間は残りわずか。松原、先ほどから試合に入っています。中田、磯貝、これはここには誰もいません。なんとか守りきりました。今試合終了のホイッスルが鳴りました。0対1、マリノス見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか。あの1点が非常に悔やまれますが、0点に抑えられたことの方が問題ですよ。サッカーは点を取らなければ勝てませんからね。
全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。ファーストステージ第12節、ジュビロ対シエロ、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。さあ試合開始です。前半の立ち上がり、ジュビロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。上野、バランスを崩してしまう。もう少し戦術を理解する努力が必要ですね。タイミング的に合わない。藤田、うまくつないだ。七海、チャンスになります。あーと外してしまった。磯貝、コーナーからゴールを見つめます。チャンスになります。蹴った、これが決まった。素晴らしいゴール。前半13分、ジュビロ早くも1点を追う展開を強いられました。ドリブルで攻め上がります。ドリブル、ゴール前、直接シュート、ボールが切れていきました。頭を抱えます。中山、この位置ではちょっと角度が厳しいか。ゴール前に壁を作ります。思い切り打ちました。ジャンピングボレー、達也、惜しい、外れた。飯島、かろうじてこのピンチを乗り切りました。両クラブ最後の決め手を欠きました。今の状態から見て、この1点というのは果たしてどうでしょうか。サッカーは30秒あれば1点取れますからね。これから長い後半戦がありますから、まだまだ分かりませんよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。前半の好調を持続することができるか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半12分、ジュビロ、ここからどう展開するのか。そうですね、ここはあの判断で良かったんじゃないかと思いますよね。藤田、ドリブ、止まらない、まだ止まらない。ミドルシュート、ボールが切れていきました。頭を抱えます。後半14分、ジュビロ、1点を追うゲーム展開です。コスタ、先ほどから試合に入っています。ドリブルで攻め上がります。積極的に前に出ていきます。右に叩きます。七海、これはゴールゲーム。ジュビロ、とうとう同点に追いついています。ここでホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は1対1、同点。両クラブとも譲らず同点です。ここまで得点シーンが見られませんでしたが、何が足りないのでしょうか。非常に見応えのある試合ですよね。力的にはほぼ互角といった感じでしょうか。延長戦は V ゴール方式ですから、今日の出来からするとどちらが勝つのか予想するのは非常に難しいですね。さあこのファーストステージ、前後半終わって同点の場合は V ゴール方式の延長戦に入ります。まもなくスタートです。今延長前半開始の笛が鳴りました。
延長開始直後、ジュビーロ、フィールドいっぱいに広がります。ここでフェイント、パスを出します。時々中盤のまとまりの悪さが元でピンチを招くことがあるんですよね。気をつけてほしいですね。勝也、反則加工のプレーだ。レッドカード、これで次の試合は出場停止になりました。中田、無念の退場、奮然とグラウンドを去ります。ジュビーロ、選手が上がっていきます。右に叩きます。工藤、ドリブル、ゴール前、ミドルシュート、ボールが切れていきました。呆然としています。笛が鳴って延長戦前半が終了します。緊迫した試合展開の中、延長戦前半だけでは決着がつきませんでした。今ホイッスルが鳴って延長戦最後の15分がスタートしました。シエロ、選手が上がっていきます。ここでフェイント、ロングパス、ロングパス、磯貝、どうだ、松原、これはクリアします。吉田、よく反応しました。試合は PK 戦に入ります。さて、これから PK 戦に入るわけですが、その前に先ほどの延長戦はどういった展開だったのでしょうか。両方ともよく最後まで戦い抜きましたね。これで PK 戦に突入してしまいますが、できればお互いに V ゴールで決めたかったところでしょう。試合は PK 戦に入ります。中山、思い切り打ちます。サポーター大歓声を上げています。コスタ、蹴った、確実に決めました。ちょっと集中力に欠けたプレーでしたが、大きなミスにはならなかったですね。キラッチ、彼はいいボールを蹴りますよ。ここは注目です。決めました。上野、蹴った、決めました。鈴木、どこを狙ってきましたね。ここは黙って見守りたいですね。岡野、蹴った、外れた。七海、蹴った、ゴール。磯貝、思い切り打ちました。これを外した。今のはファインプレーに見えますけど、彼の反応が遅かったからそう見えるんですよ。本来はもっと楽に止められて叱るべきですよ。これで勝負がつきました。ジュビーロ、PK 戦の末勝利を収めています。試合を振り返っていかがでしょうか。いやー、これは残念ですね。腰を落とした上に PK 戦の負けというのは精神的に嫌なものなんですよ。おそらく運に見放されたという心境でしょうね。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第13節、シエロ対フリューゲルス。非常にいい天気に恵まれました。試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。さあ試合開始です。前半13分、フリューゲルス。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。針の穴を通すかのような正確なパスですね。高田、素晴らしいコンビネーション。ロングパス、大竹、ボールを運びます。フェイント、ショートパス、前園、抜きました。パス、左に山口、プレッシャーに負けてしまった。ドゥンガ、スライディングタックル、エバイール、あーっと外してしまった。フランコ、思い切りのいいプレーでした。前半14分、フリューゲルス。さあどちらが先に相手ボールを割ることができるのか。大竹、フェイントをかけます。パス、高田、ボールを運びます。現在のところ得点はありません。両クラブ1点をなかなか取ることができませんでしたが、後半戦はどうでしょうか。決定的なチャンスは何度かあったと思うんですが、得点につながりませんでしたね。後半になって疲れが出てきたあたりが勝負の分かれ目だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。さあ後半開始の笛が鳴りました。後半13分、シエロ。両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。前田、ゆっくりとドリブルで上がっていきます。上野、ボールを運びます。自分で持ち込んでシュート、エクセレントビューティフルゴール。後半の立ち上がり15分を過ぎました。フリューゲルス1点を追うゲーム展開です。前園、パスを出します。ジーニョ、素晴らしいコンビネーション。前園、強引に行くか、そのままシュート。このシュートはゴールマウスを取れました。ゴールのわずか上。後半の立ち上がり15分を過ぎました。シエロ、依然として1対0と1点のリード。小泉、ここからどう展開するのか。ロングパス、磯貝、松原、蹴った、高田、ここでボールを外に出しました。試合終了の笛が鳴りました。1対0、シエロ、この試合を見事制しました。この試合をどうご覧になられましたか。どちらが勝ってもおかしくない素晴らしい試合展開でしたが、わずかの差で勝利を収めましたね。失点をしなかったことは大きいですよ。
こんばんは。 J リーグファーストステージの模様をお届けします。ファーストステージ第14節、ガンバ対シエロ。残念ながら曇り空のために星を見ることはできません。今日の天気、このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半戦の序盤、ガンバ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。やはりイエローカードが出されました。前半の立ち上がり、シエロ、サイドに広がります。さあここからどんな攻撃を見せるのでしょう。中田、松原、岡野、松原、エクセレントビューティフルゴール。前半12分、ガンバ、早くも1点を追う展開を強いられました。アレイニコフ、うまくつないだ。スクリーニャ、通りました。中田、危ないプレーだぞ。イエローカード。前半38分、ガンバ、1点のリードを許しています。ロングパス、スクリーニャ、フィントをかけます。中田、このボールをスクリーニャ、シュート、外れてしまいました。残念。澤田、いい位置からのフリーキックを得ました。ゴール前に壁を作ります。蹴りました。このシュートはキーパーの真正面。本並、ゴール前に立ちはだかります。まもなく前半40分を経過しようというところ。ガンバ、1点のリードを許しています。ロングパス、右サイド、山口、飯島、ダイビングキャッチ。体が反応しています。両クラブ最後の決め手を書きました。前半の攻防はどうだったでしょう。そうですね、しかし1点のリードではまだまだ安心はできませんよ。後半は当然相手は攻撃的な布陣に変えてくるでしょうから、早い時間にもう1点欲しいですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。間もなくキックオフです。さあ後半45分のスタートです。後半開始早々、ガンバ、選手が上がっていきます。ロングパス、岡野、スライディングタックル。ちょっと精神力が足りませんね。ボールから気持ちが離れていますよ。後半13分、ガンバ、1点のリードを許しています。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。山口、ボールセンタリング、走り込んでシュート。ヒルハウス、もったいないことをしました。上野、面白い位置からのフリーキックです。守りの形を整えます。蹴った、ジャンピングボレー、ゴールネットに突き刺さった。
後半26分、シエロ現在2点のリードを奪っています。上野先ほどから試合に入っています。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。松原チャンスになります。磯貝この位置にいました。中を見てあげた。岡野、橋本カットしました。後半37分、ガンバ、この時間で2点差はかなり苦しい戦いです。山本先ほどから試合に入っています。縦パス、山口ここでフェイント、中田このパス、コスタゴール前激しいプレイ、山口止まらない、まだ止まらない、蹴った、近藤ゴール、ガンバ1点を返しますが、まだまだ差は大きい。ここで試合終了です。1対2、シエロこの試合を見事制しました。試合を振り返っていかがでしょうか。点差が示す通り非常に緊迫したいい試合でしたね。両方とも実力通りのプレーを見せてくれて、サポーターも満足ではないでしょうか。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第15節、シエロ対ベルマーレ、非常にいい天気に恵まれました。試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半の立ち上がり、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。タッチライン沿い、
磯貝、このボールを受けました。これはゴール、岡野ゴールに蹴り入れました。前半25分、シエロ1点を先制しています。フェイント、ショートパス、アウミール体で止めに行った。前田どんどん切り込んでいきます。ルンガ、このパスが通った。パスを出します。前田うまくつないだ。ドリブルで攻め上がります。さあ前田、澤田チャンスになります。前田、小島パンチング、よく反応しました。両クラブ最後の決め手を欠きました。今の状態から見てこの1点というのは果たしてどうでしょうか。この1点だけではまだまだ勝負の行方は分かりませんよ。次の1点をどちらが先に取るかで勝負の流れはガラッと変わりますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。前半の好調を持続することができるか。さあ後半開始の笛が鳴りました。後半開始早々、シエロ依然として1対0と1点のリード。フェイント、パスを出します。ロングパス、中田ショートパス、運がフェイント、通りました。中田センタリング、磯貝、川田ヘディング、ファインゴール、一瞬の隙を突いて決めました。後半13分、ベルマーレ選手が上がっていきます。ベッチーニョ、スバ、エジソン、シュート、飯島ナイスセーブ。後半36分、シエロ、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。磯貝、岡野、フェイントをかけます。磯貝、これはゴになります。蹴りました。奈良橋、ボールが切れていきました。飯島、なんとか守りきりました。ここで試合終了です。3対0、シエロこの試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか。まさかこれほど点差が開くとは試合前には予想がつきませんでしたね。何もかもがうまくいった完璧な勝利と言えるんじゃないでしょうか。